はいどうもお疲れ様です。舞姫大学の特別講義でございます。今回はですね、まだ時間があるというね、普段はね、時間がないですよ、人生は短いですよって言ってるんですけども、今日はね、まだ時間があるからこそやばいという話をさせてもらいます。えそもそも、ナミさんから送られてきた動画、稼げなくなるやばい口癖ってものがありますけども、これもね、非常にね、重要なキーワードにはなってるんですが、私はね、やっぱり、いろんなキーワードを抽出するときに、 その言葉に込める思いのその反対側もやっぱり同時に考えることにしてるんですよ。つまり人生は短いよっていうのと同時に人生はでも長いからやばいんだっていうね考え方両方あると思うんですよ。じゃあ一体どういうことなのかということをお話ししますけども例えばね今私が51歳です。これでおそらくね70歳ぐらいが寿命だとすると割とバランスいいんですよ。ね、将来あと20年ぐらいしたら まあ自分はもういないかもしれないなと。20年後、30年後は次の世代の時代でそれを見ることはできないなと。あと残りの人生が20年だとしたら、いろいろと頑張って急がないとなっていうふうに普段は言ってるはずです。あとだって人生20年ぐらいしかないわけですからね。いやでもね、逆に人生長かったらのんびりできるんですか100歳まで生きるとしたら、私ですらまだ半分なんですよ。あと50年あるんですよ。じゃあ50年分ね。 健康で豊かに暮らしてていいけるかかどうかって言っっ言たら、ちょっと計算が合わないんですよね。あと50年はもしかしたらやばいなぁとえじゃあ今のうちに頑張って稼がないとのんびりしてる日もないじゃんっていうふうに逆になるかもしれませんねあと20年ぐらいの人生だったら手元にある資産で何とかやっていけるっていう計算でまあまあ税金が上がったり突発的な出費があっても何とかやっていけるだろう焦らなくていいかなぁと問題を先延ばしにしていたはずなのに。 逆なんですよ人生が長いからこそ今のうちに片付けとかないとやばい80代90代そして100歳近くってのが自分の身に降りかかってくるんですよねで思ってみるとね私の住んでる地区でも100歳以上の方って1万人以上いるんですよ1万人以上いるってことは今80歳の方がねあーあと10年後は自分はいないかもねと思ってたらそんなことないといやあなたは あと20年ぐらい人生あるんですよ。老後の宅配大丈夫ですかもっと言うと自分の80代90代そして100歳近くの人生があるとしたら自分たちの子供たちが60代とか70代とか80代になるのを見なくてはいけないんですよ。今お父さんお母さん80歳ですよね。20歳年を取って100歳になった頃自分と同じ年齢80歳の我が子我が娘がいるんですよ。 見てみたら、おじいちゃんおばあちゃん誰だろうと思ったら、自分の子供だよっていう話ですよ。それだけならいいんですけども、80を過ぎた子供がね、父ちゃん母ちゃん、金がないんだ、ちょっと出してくれって言われたら、100歳近くのあなたは何ができるんですかもうどうしようもないでしょ。逆に援助してもらわないと生きていけないような年代になってるはずなんですよ。どうですかね。だからね、長生きってむちゃくちゃリスクとも考えられるんですよ。ね。 50を過ぎたら残りの人生が少ないなと思ったら逆に長いからこそ早く稼いで100歳まで生きれるそんな資金とか余裕を作っておかないとそして100歳まで生きれる健康を手に入れとかないといけないんですよやること山ほどあるんですよ何もね寿命があと10年とか20年で終わるから急げっていうわけじゃないんですよ長いからこそ急がないとだってできなくなりますよ70代から80代から どこで稼ぐんですか何をするんですかどうやってリハビリするんですか筋トレするんですかって話でしょ。だから寿命が長いってのはね、思ったよりもリスクですよ。そしておそらくこの動画をご覧の皆さんも感じてらっしゃると思いますけども、年を取るとあんまり人は相手にしてくれません。ね。二十歳前後の女性と100歳前後の女性、どっちと仲良くします男性にしてもそうですよ。 100歳前後の男性がいます20歳前後の男性がいますどっちと仲良くしますねどうでしょうかねシンプルに考えて年齢を重ねるってことはかなりアドバンテージを手放すってことなんですよだからこそ年を取ってからこそのアドバンテージを今のうちに増上しておかないと20年かかり30年がか,かりでねそうするとどうでしょうか50代の私が10年かけて20年かけて 年を取った時の魅力を身につけたとしたら、60代とか70代とか80代の時にはそれが実現するわけなんですよ。そうするとやっと均衡するわけなんですよね。でも、もう何もしないまんま、学び直しもしないまんま、自分の感性を変えないまんま、年齢とともに衰える自分を受け入れてたとしたら、それはそれで一つの選択ですけども、おそらくそんな人生に歩調を合わせてくれる人ってのはいなくなるんじゃないかなと思いますよね。そして、 年寄り同士仲良くしようかなと思って80過ぎた人がね、年寄りの集まるところに行こうとしたら、年寄り臭いから一緒にいたくないっていうふうになぜか引き返すんじゃないですか。うん、だってね、年寄りと一緒にいたら考え方も年寄りになるって年寄りが言ってますからね。でも確かにそうだなと。まあうちの母も80になりますけども、3歳の孫と一緒にいるからね、元気で発想も若いし、おもちゃを買いに行くような、 それはシニアのととこころろじゃないところに行くわけですよつまり本来孫がいなければ通えなかった環境遊園地ですとかね公園ですとかねおもちゃ屋さんですとかファミレスとかに今は現役で行ってるんですよ孫と一緒にねものすごいアドバンテージですよで孫と遊ぶのに忙しいから同じ年代70代80代と一緒にいる時間がないんですよねいや私はねやっぱり子や孫が与えてくれるエネルギーっていうのは チャンスっていうのはまあいろいろとお話ししましたけども今日お伝えしたいことは残り時間が少ないことがリスクじゃなくて残り時間が長いからリスクなんですよっていうそんな視点を持ってみてはいかがでしょうかということでございましたそれではまた